ガ路ロ樹が枯れた問題で土の分析を進めています成分が検出されれば除草剤の警察へ被害届を提出すると実行者が特定されれば損害賠償もする予定だと名古屋市内ではビッグモーターの三つの店の前でガ路ロ樹が枯れていたことが分かり河村市長は今日の会見で 土壌から除草剤の成分が検出されれば、警察に被害届を提出する考えを明らかにしました。店舗側はこれまでの市の聞き取りに対し、近年は除草剤を撒いておらず、昔のことはわからないと話しているということです。土壌調査の結果は今月中旬にも判明する見通しです。